ギャグ1000個出来上がりました。その中で先発した100個、ギャグ100連発見てください。どうぞ。蛍の墓の DVD を見ているヤクザのモノマネ。誰かドロップコーダーや。今レッドカーペットを引っ張って豪華俳優陣に転んでいただいてます。まさかリカーツ飯田金太郎を銃刀法違反で逮捕された。舐められてる天下人とのなんじゃやはり天守閣誰か住んでるみたいです。なんでじゃ。あ、どうも、強火を弱火にしてる二酸化炭素です。雨雨ふれふれ母さんになんて子。今細い道で道の譲り合いをおばはんと38分間やってます。この中でお医者様はいてないですか。この方が具合が悪そうなんで。お医者様、私が医者なら順番が来たらあなたもお呼びしますので、ここは病院だから。どん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 、すいません、2階に住んでるものですが、なんで苦情に来ないんですか。こんな夜中にあれだけタップダンスで踊ってるのになんで苦情に来ないんですか。いてるの分かってるんですよ。よいしょよいしょよいしょ。今イケアで模様替えしてます。全略お袋様、今知らない人のベランダで知らない洗濯物を干してます。あ、どうも、ストリートシンガーの目の前で歌うストリートシンガーです。犯人に次ぐ、お前は完全には包囲されていない。だって人手不足ですから。事故直前、鼻くそ丸めてエアバッグ。夜の鶴の恩返し。ピンポーン。あ、どうも鶴です。先ほどありがとうございます。あ、チェンジですか。あの、交通費だけいただけます。あのさ、私ロックは聞かないの。ジャズ以外のサウンドが体に入ってこないのよね。そう言ってるあなたはもうロックだよ。カスタネット、ジジイの口が保管箱。あ、どうも、指揮者の目の前で指揮する指揮者です。知らない街を歩いてみたい。おじいちゃんもう歩いてますよ。トゥ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 。キューピー3分ルッキング。いや、あのホステスさん同士のトラブルは私受け負ってません。水のトラブルですから。夏の終わり、情緒不安定なセミあります。海賊版鬼滅の刃、禰豆子が箱背負ってる。海賊版鬼滅の刃、本当にお前は炭治郎か。本当に炭治郎。何、お尻の穴の周りに出来物ができたって。貴様、炭治郎ではなくて単に次郎じゃねえか。今ドライブスルーを逆回りしてます。よいしょよいしょ。今ルンバにポーつけて普通の掃除機にしてやってます。
どうも、今週も意味のないお金の使い方の日がやってまいりました。今日は電動自転車を買ってバッテリーだけ返却しました。あ、どうも、予約してたもんですが、はい、ストレートパーマにしたいかなと。あ、名前ですか？モーツァルトです。予約してたもんですが、ちょっとむくみを取りたくて。あ、名前ですか？モナリザです。古きを忘れてはならぬ。今スマホをチェキで撮ってます。次の方、マドンナさん、どうぞ。あ、どうも。どうしました？あ、少し熱がある、風邪気味。原因は薄着ですね。はい、次の方、レディーガガさん。あ、忘れ物センターで何を忘れたか忘れました。おじいさん、こっちこっち歩いてきて。大丈夫、歩行者天国ってその天国じゃないから。シャンプーしたかしてないか忘れてしまって、もう一度シャンプーしてます。もういいかい、まだだよ。もういいかい、まあいいよと言って探さずに帰る癖は治りません。この室外機、部屋の中に入れてエアコン外につけて地球冷やしてます。どこでも寝心地がいいように体の中にヨギ棒をいっぱい入れてます。東京電力の漏電、関西電力の漏電、今バランスの取れた食生活してます。ダダ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 ダ。いやー、羞恥心が搭載されてる。現実、あれはなんだ、ヘリコプターか飛行機か。あ、ヘリコプターや。なるほど、私の手に瞬間接着剤を。うん、実に面白い。あ、人差し指だ。ウィーン、ウィーン、ストライキ UFO キャッチャー。シャンプー入ります。お客様、気持ち悪いところはないで。あ、私ですか。いらっしゃい、細麺でニンニクたっぷりネギ抜きで。あいよ、はい、お待ち。太麺でニンニク抜きのネギたっぷり。ごめんね、ご希望に添えなくて。いらっしゃい。もうお腹すいたよ。わかったよ、これくらいのお弁当箱に。違う、これくらいのお弁当箱以下同分。おめでとう。トルコアイス風卒業証書授与。赤いリンゴに唇寄せて黙って見ている店の人。何してんねん。ほう、これがトルコアイスか。おお、出てきたか。ああ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 あ。もしもし、カメよ、カメなのか。お前はそんなに遅いのか。ことわざマッチングアプリ。あ、どうも、豚に真珠の真珠です。あ、どうも、ぬかに釘の釘です。なんか気が合いそうですね。そうなんですよ、この前お医者さんにいてね、次郎って言われました。原因は石の上に3年いたからですって。聞いて極楽、見て地獄はおばはんの喘ぎ声。あ、すいません、ここ労働基準局ですよね。あの、スズメなんですが、あの、スズメ100まで踊り忘れずって老気に引っかかりますよね。
え、だって可愛い子には旅をさせろって一人旅させるんですが、3歳です。育児放棄になるんですか？あ、大丈夫ですよ、書き直さなくて。そこも修正線引っ張ってね、それで印鑑をしてくれたら大丈夫ですよ、工房大師さん。いやいやいや、俺に説法してくんの？俺釈迦やぞ。タイでエビって釣れへんもんやな。一日一歩、ミーカーで散歩、散歩進んで二歩下がる。ですからピザ届かないと思います。人に安心と安らぎを与えるために体の中にヨギ棒を入れてます。どうぞ。そうですね、マリトッツォの中のクリームとってもカスタネットにはなりません。トン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 、早いごもま。甘えん坊将軍、お尻の穴から猫登場、アナールキャット。ほホタルコイ、こっちの水は甘いぞ。ホタル、昼間見たら気持ち悪い。あ、どうも、武井照彦です。先ほどそこの交差点を渡ったところ、車にはねられまして、自己紹介、ちみどろです。はい、特技は下着売り場のマネキンがつけてるブラを店員にバレずに全部ホックを外すことが特技ですね。まあ弁護士として活かしていきたいと思います。あ、どうも、ビオレママのあけみです。令和永代供養、手のシワとシワを合わせたら墓の扉が開いて CG おじいちゃん登場。令和の浦島太郎。あ、もしもし、あの竜宮城さんですか？あの浦島太郎です。あの先ほどいただいたあの玉手箱なんですが、あの蓋を開けるのに僕の顔認証ですよね？開かないです。裁判所異議あり。被告桃太郎は鬼から奪われたものを取り返しただけです。略奪ではないと主張したいと思います。裁判所異議あり。被告おじいさんもおばあさんが原告鶴の部屋を覗いたプライバシー侵害だと訴えてますが、被告おじいさんおばあさんはもともと自分の部屋だと主張しております。それでは裁判を始めたいと思います。被告マッチ売りの少女、放火未遂と無許可営業で、審理します。江戸時代ホストねえ、お店終わったらちょっとそこの蕎麦屋に付き合ってくれる？え、今日はいけないってどういうこと？越後屋の娘と行くわけ？あんた舐めてんの？私あなたに何百両使ってると思ってんの？私は旗本の娘よ。分かったわ。すいません、一升やぐらい1個お願いします。かたじけない。江戸時代暴走族取締り。はいはい、止まって。はい、ここの通り、この時間馬にムチ打ちはダメですよ。はい、ちょっとひずめ拝見。あ、ダメですね、ひずめ2枚、1枚多いですね。あなたゴリラじゃないですね。多いんですよ、最近ゴリラぶるやつ、税金逃れで。人気のないアーティスト。アンコールアンコール。ちょっと待って、まだ2曲目やで。吉田は夜更けすぎり、佐々木と変わるだろう、夜勤明け。ルル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 。徹子の空き部屋。早川さん、本当にいるのか？こんなことして。今ウェディングケーキ入刀を止めております。やめとけ。ないないない、お金がない。ないないない、信用もない。ないないない、でも働かない。妹よ、
襖一枚だけでごめんね。おい、ノーアルタカが隠してる爪にギャルの付け爪したやつ誰や。あ、どうも、102匹目のワンちゃんです。ワン。フリック入力をガラケーでやったらチミドロになりました。痛い。あの、もモデルハウスに住み続けて1週間、まだバレてません。あ、どうも、今嫌いなやつの家の冷蔵庫の扉ちょこっとだけ開けて微妙に電気代増やしてます。よいしょ。え、あ、炎が。ドゥン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 。あなたが落としたのはこの DVD のデッキ、それとも片足だけのブーツ、それとも普通のこのカラーボックス。不法投棄にも程がある。家ついていってええって言うてるやろ。なんでついてけへんねん、テレビ東京さん。はい、裁判長異議ありって言ったら傍聴席からつまみ出されました。出てこないな、一向に。あ、どうも、初音ミクの出待ちしてます。じゃんけんしようか。最初はグン。うっかり貞子。きっと来る、きっと来る、きっと来る、きっ、あれ部屋違うやん。きっと来る。初日でクビになった地下駐車場の警備員。あれあれおやおやいおやいドーン。オッケー。単独宇宙人。我は本当のお金持ち。どうも、今バッティングセンターで全部見送ってます。1212絶対帰れ。バイバーイ。フードファイター世界チャンピオン。よし、ラウンドか。よし、来い。本当の、本当のお金持ち。ボール。今、バッティングセンターで審判やってます。おじいちゃん、どうも、いつもデイサービスに通ってきてくれてありがとう。元気ですね。このヘルパーさんは、わしが双子のおじいちゃんとまだ気づいていない。もういくつ寝るとお正月。働きません。